こんにちは、サードラです。今回はこちらですね。新しく今パックで買えるリリーですねを購入しましたので、これの評価、まあ実際結構使ったので、それについての評価の動画を撮ろうかなと思います。はい。で、まず結論から言うと、めちゃめちゃ強いですね。で、一応まあびっくりしたのが一個あって、あのパックで買った時 A ランクで出てくると思ったら S ランクで出てきてくれたので、これはちょっと予想外で、めちゃめちゃ嬉しかったって感じですね。で、まあ、スキルなんですけど、スキルのこの通常攻撃も結構強くて、今通常攻撃のレベル3まで上げてるんですけど、これが通常攻撃の7回目の攻撃のところですね、が228%のダメージ、ターゲットの QT11 アップ、さらに3秒間攻撃 18% アップっていう感じで、通常攻撃使うだけでバフがかかるんですよ。これレベル3、最初 15% スタートで、レベル3で 18% なんで、まあ1レベル上げるごとに 1% ずつ上がっていく仕様なのかなとは思うんですけど、まあ通常攻撃打ってるだけで自分にバフがかかるっていうので、まずここが評価点ですね。で、まあ、ブロックと回避はもう通常キャラと一緒なので特に触れないんですけど、あとはこの扇ですね。これがめちゃめちゃ強くて、正面の敵に 1000% ダメージ、最後に武器を地面に投げて範囲攻撃 1500% ダメージっていうの、これがどういうのかっていうと、これですね。こんな感じ。この正面のやつに一発撃って方、あの、範囲攻撃なので、正面のやつには2発、2500% 当たります。なので、クーロンが強いのが、正面に遠距離で飛ばせるっていうのがあるんですけど、こっちは範囲、周りにいるキャラに、火力が出せるので、まあ、クーロンとも使い分け、同じパーティーに入れて、遠くにいるキャラ一発で飛ばしたいときはクーロンでやって、周りに雑魚が多いときは、こっち、リリで、リリのめ、スキル使うっていう風にしてもらうと、まあ、かなり使い勝手もいいのかなと。で、正面のやつは 2500% 出るので、ボスを正面に迎えて、使ってもらったらよりいいのかなと思いますですね。っていう感じですね。で、結構その雑魚を従えてくるボスとかも多いので、まあそういうのにボスに火力出しながら雑魚処理もするとかも叶うので、これも使ってみて、めちゃめちゃ使いやすいなと思いました。あとは特には触れるようなところはないですね。あとはもうこんな感じで説明文が。で、この竜巻なんですけど、これは味方をちょっと吸い寄せる力もあるので、ヒット数稼ぎであったりとか、まあそういうのもしやすかったです。なので、なんか、ミッションで、6秒、1体目を倒して6秒以内に倒せとかを、もうまとめて竜巻で引っ込ん、一箇所に集めてぶっ倒すってこととかもできるので、まあそういうのは強いかなと思ったって感じですね。はい。で、最後に、あ、で、まだ企画はですね、全然、弱いやつしか作れてないので、今後ガチャ引いたタイミングで、ちょっと企画は強いのつけてあげたいなとは思うんですけど、ですね。で、一応今が V ゲームを始めて3日目、2日が経って、今、撮影してるのが1月の20日。僕、リリースの次の日からやったので、で、1月の20日ですね、今が。なので、まあ、おそらく皆さんが見てるのは、編集が終わってなんで、明日21日にこの動画見ていただいてると思うんですけど、で、一応まあ、S2 ランクまで上がりましたって感じですね。で、結局リセマラ、の企画が強いので、ガチャは一回も引かずにここまで来ました。で、課金はその1万円のパックと、この、次元結晶か、を買ったって感じですね。で、まあ、今一回もまだガチャ引いてないんで、43連分のガチャチケが、普通に溜まってるっていう風にはなってます。で、次元結晶が1400個。これはま、砕いたりもしてるんですけど、っていう感じで、まあ、一応、リリを買いましたっていう、ま、評価と、ま、現状のご報告ですね。1月20日時点での、になります。はい。じゃご視聴ありがとうございました。あ、で、一応戦力は6752ですね。ちょっと被ってたんですけど。これからですね、また V ゲーム、またどんどんやっていきたいなと思いますので、まあ、一緒に V ゲーム盛り上げたいよっていう方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。バイバイ。